歌川国吉による寄生賭場絵とは、江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵の様式の一つで、江戸の漫画とも言われ、この呼び名は、賭場草城各有作とされる、超獣人物ギガ絵巻によっている。平安時代すでに、超獣人物ギガを持つ日本は、世界的に見ても古い段階から、ギガの伝統を持つ国と言える。こうした流れは、浮世絵の中にも見出すことができる。 リアルな表現を用いて、笑いを誘えば、すでに今日で言う儀が漫画に近いものとなる。漫画という言葉自体は、北尾正信が絵本、四季効果の序に使ったものに始まるとされており、自作の奇拍子に滑稽な、京殿花を描いた山、東京殿の挿絵なども漫画に含めても良いかもしれない。他方、漫画という表題をつけた、葛飾北斎の北斎漫画は、 必ずしも全てがギガではないのにもかかわらず、卓抜射脱な人物表現によって、当時は耳新しい言葉であったはずの漫画も人々にとって身近なものになった。それまでは、やや滑稽な略筆体の作品を、芳芳へと称しており、大阪松屋の二朝祭による、絵本水なり空などが知られていた。二朝祭は、髪型で活躍し、安永9年の、絵本水なり空。 天明七年の、画話、二朝祭、今日は三年の、祭事滅法会、文化二年の、絵本古鳥塚碑などはいずれも省略した筆遣いで、描いたユーモラスな人物画などで知られる。葛飾北斎の蕎え、歌川広重も、やはりギガのセンスの持ち主であった。広重に、先立って実編者十九による、略筆の絵があり、広重の、東海道五十三時は十九の、 東海道中膝くりげから大きな刺激を受けている。高重作、赤坂は、東海道五十三時の中でも特にギガ的な趣の濃い作品と言われている。また、ホエ道ド版、東海道五十三時のうち、五湯では、宿の飯盛女が旅客を腕づくで引っ張り込むところ、などに、滑稽の風が見える。広重は後に実際に、京画、道中膝くりげを描き、晩年まで、 ギガ的な作品が見られる。広重門邸の三代、歌川広重も、また、風景画ばかりでなく、たびたびギガを描いており、農園な美人画で知られる、経済永戦にも、同様の作品が見られた。こうした中にあって特筆すべきは、歌川国吉で、例えば、落書きを真似て、人物を描いた、に宝蔵壁の無駄書のユニークな釘書きのギガや、人集まって、人になるのような、 多くの人間が絡み固まっているのが人の顔に見えて来る感じがする一枚がある。まるでジュゼッペ・アルチン・ボルドの着想をどこかで見たのかと思うようなシュルレアリスム風のギガシリーズさえ存在する。ただし、これらには社会や世相に対して鋭い風刺的精神があったわけではなかった。ジョルジュ・ビゴーが1884年に観光したトバエの表紙。 ピエロ姿の人物は美豪が自身をギガ化したもの。幕末になって、物価陶器や天然陶流行などが起こると、早速、ギガでそれを取り上げる、浮世絵師が出てくる。北条おかげさんの図を描いた、落合義幾は、時世は少しも北条ではなかったが、おかげ参り、ええー、じゃないかと、大衆が踊り狂っている様子を皮肉に眺めている。こうしたギガが風刺に接したまま、 明治の開花期に入った。幕末に来日したイギリス人、チャールズ・ワーグマンが横浜で出した月刊漫画誌、ジャパン・パンチ、さらには、後のフランス人ジョルジュ・ビゴーの風刺漫画も浮世絵界に大きな影響を与えている。この開花期に、北斎張りの鉛筆で、いち早くギ画を描いてた組であったのは、川辺京斎であった。京斎の場合は、京画と称し、 自ら教祭と名乗っており、フランス人、フェリックス・レガメと漫画合戦を行ったこともあった。教画というのは、教科の絵画版と考えればわかりやすい。絵の中に古刺、皮肉、滑稽を描き出そうとしたものであり、笑いの中に鋭い社会性と現実認識を含んでいた。この教祭とワーグマンに関係のあった小林清地下は、その近玄な風貌に関わらず、 ポンチエのセンスがあり、〇〇新聞に、辞局や、議会の風刺を描き、ジャーナリスティックな活動を模している。清下の西経としては、審判32章、百面相や、日清戦争時の百戦百章にかけた、百戦百笑いなどがあり、教訓画的な漫画を多く手掛けている。彼の場合、自らも、ポンチエといったことから、ことに、ワーグマンの影響が強いと見られる。 いずれにせよ、開花期の錦絵で、漫画内しは、ギガ的なものを多く見かけるのは、この時期に著しく発展した新聞ジャーナリズムとの強い関係が指摘できる。ギガの錦絵は、一面では、構図の産物であったが、明治期のギガは、ジャーナリズムの一環として、人々の資格に訴えたからであった。歌舞伎舞踊に、清本の飛ば絵がある。二代目、桜田自助作詞。 清沢万吉作曲、藤間寛介他振付。文政2年9月江戸中村座初演のお名残教え子終わりの中の一つ。ありがとうございます。